11人組グローバルボーイズグループの上1が11日、都内で映画、上ワンダムービー結成3周年記念上映会イベントを行った。この日迎えた結成3周年を記念して、今年公開した上1発のドキュメンタリー映画をこの日限りで再上映。イベントは国内99巻と海外6巻に中継され、11人は日本語だけでなく英語、中国語、韓国語、インドネシア語、 最後を使って挨拶した。上腕の3歳の誕生日ケーキが運び込まれ、集まったジャム、ファンの故障、と共にお祝い。白い悪気、25、は、3年前にこのメンバーを選んでくれたのは皆さんだし、今健康にライブや紅白に出させていただけてる。上腕をここまでしてくれたのは皆さん。 これからもずっとそばにいてほしいと思いますし、そばにいれたらと思います、と感謝を伝えた。デビュー直後でコロナ禍に直面し、思うように活動できなかった上一。今年は初のアリーナツアーや、もうみそには念願の NHK 紅白歌合戦の初出場も控えるなど、飛躍の年となった。 川野淳紀24は今年はたくさんのステージに立たせていただいて年末には紅白初出場が決定しましてジャムの皆さんありがとうございますずっと上腕と一緒にいるんですけど毎日幸せですと噛み締めた同日22歳の誕生日を迎えた鶴房潮音22もうお祝いした今年は楽しく僕の持ちネタが増えたらいいなと思います とっさに出るやつを増やして共有したい、と独特な意気込みを明かした。